みなさんこんにちは、オフィスマユミのあやねちゃんです。いつもありがとうございます。はじめましての方もありがとうございます。はい、今日は、私たちと一緒に楽しくお仕事しませんかという動画なんですけど、サムネには本の表紙載ってたと思いますが本の話はしないんですけど、まあ、楽しくお仕事しませんかというお話なので、よかったら興味ある方は最後までご覧ください。ということで、サムネにはですね、これが載ってたと思うんですけれども、斉藤ひとりさんの楽しんだ人だけが成功するっていうのが載ってて、そうなんです。で、初めてご覧いただいている方もいらっしゃると思いますので、私たちは斉藤ひとりさんが、創設された銀座マルカンという会社ですね。で、化粧品とかサプリメント、健康食品を販売しております。私たちはそういう会社ですでひとりさんはこう、そう、本とかも出されてるんですけど、でそのひとりさんのお弟子さんの宮本真由美さんが京都に、京都本部って言われてたりするんですけど、京都に会社があって、はい、そこのスタッフですね、私は、はい、で、この本は4年前ぐらいに出てたんですよ。そういえばそうだなって、私読んだんですけど、ちょっと4年も経ってるんで、あ、そんな本だったなみたいな感じで中身今思い出してたんですけど、結構あの、なんでこんな話になってるかっていうとですよ、一緒にお仕事しませんかっていう感じっていうお話なんですけど、この動画はその中でですよ、いつも、まあ、ひとりさんがそういう教えでいてくれるっていうのもありますし、あの、私たちの社長宮本真由美さんがいつも言ってくれることがここに載ってるからですね。で、私たちは楽しく仕事してるんですよ。で、こういうちょっと本を言い出すときりないんで、本の話はしないんですけど、そうなんですよ。あ、これいつも言ってもらってるなって思ってですね。というのは、私たちスタッフ4人いるんですけど、実は。スタッフが4人います。で、個性をですね、それぞれの個性を尖らして楽しくお仕事をしてって言って、だから個性得意不得意とか、そうですね、仕事で言うと、でそういうことも持ってたり、だからずっとひとりさん言ってくれてて、それを前に社長も言ってくれてる。で、世の中ではですね、あの、他の会社さんとかお仕事の現場がどうかはよくわからないんですけれども、あの、こうしなければいけないとかいろいろあるのかもしれないですが、私たちはそう言ってはなくて、あの、その人の魅力、得意不得意も全部まるっと個性を尖らせてしようとするという感じで楽しくやってるんですよ。だからこの楽しんだ人が成功するっていうのをちょっと表紙にしてみましたまずその説明がないって感じですけどね。で、漢字のお仕事はさっきも言いましたけど、この化粧品とかサプリメントを販売してるんですよ。で、もちろん自分も飲む質感で、これも、行き着くところだなってさっき考えてたんですけど、綺麗になったり健康になったりするのって絶対楽しいじゃないですか。自分を大切にしてるってことだから、綺麗になって楽しくない、不幸だと思う人は絶対いないし、あの、健康になれること、体調がいいなって毎日感じるっていうことも楽しいですよね。あの、そう、それで楽しくないなって怒る人はいないと思うんですよだからまず自分がそうだし、で、自分がそうやって楽しくて幸せだと周りの人に言いたいですよね。家族、大事な家族とかお友達とか、まあ、そうですね、知ってる人も綺麗になったり元気になったりすると絶対楽しいんですよ。これが不幸だと思う人はいないと思いますだから私たちの仕事も楽しいんだなって今ちょっと考えてたんですけどね。はい。で、世の中にいろんなお仕事があって、どれもやりがいがもちろんあって素晴らしいと思うんですけど、私はまあ自分がこのお仕事をしているからですけど、一石何鳥なのかなっていつも思います。あの、自分の見た目綺麗になりたい、健康になりたいってことに関心がないってことはまだないですし、で、さっきも言いましたように、その自分がそうなってきたから家族にちょっと言ってあげたいとか、
お友達に言ってあげたい。まあ逆もありますね、あの最近いい感じだけどどうしたとか、お肌綺麗になったね、何してるのって聞かれることも多いですし、まあそんな中で、ね、これ使ってるよとか、最近これ飲み始めたんだよって言って、じゃあ私もちょうだいっていう風になったりとかですね。だからそうやって普通とか自然な流れ、楽しい、そう楽しい流れなんだなっていうことが分かりました。でだからこうちょっと言いたかったんですよ。でだから、まとめますと、そうですね、半分以上の方がそうかな、最初自分もファンで使ってましたとか飲んでましたっていう方が多くて、で周りの方にそれちょうだいって言われるようになったから、ちょっとお店探しようかなっていう風な、そういう方が多いです。はい。でまあもちろんひとりさんは実業家でもありますし、教えとかそのビジネスですね、そういう本も出されてますから、そこからひとりさんのことを知っておく、商売もされてるんだなって言って扱いたいっていう人もいますけど、まあどっちでもいいです。でなんかそんな流れで、お店初めて楽しんでるっていう方が多いですね。なので副業っていう方が多くて、9割ぐらいそうかな、副業とか他の仕事されてる方もですね、会社にしながらとか、もともと自営業でお仕事されてる中で始めましたって方も多いです。で主婦の方もいますし、そうですね、で中にはちゃんと店舗お店を持って商品取り扱う一本でお店されてる方もいるんですけど、まあ、ちょっと少ないかな、ほとんどの方が副業です。だからお家でやってる人とかもあって、そういうテナントを借りないといけないとかもなくて、それも人気の秘訣ですね。誰でも始めれるっていう、だから商品が好きだったらできる、ひとりさんが好きだったらできるっていう感じですけれども、でそうなってくるとですよ、だからこれだけはちょっと資料、あ、そうだそうだ、ちょっと話前後してますけど、無料の資料請求ありますから、資料請求していただければいろいろ載っております。でそこで詳しいことを見てもらったらと思うんですけど、これだけちょっと言っておきたいなっていうのが、これは画期的というか、私も自分がもしその立場でするんだったらすごいなと思うんですけど、在庫をたくさん抱えなくていいんですよ。だから最初に初期費用がすごくいるとか、いざお店をやるぞってなったら、なんか決められた通りの在庫を、これを何個これを何個って何十万とかドンって置いとかないといけないのかってなったら、本当にお家でやるってなったら大変ですしね、いっぱい置かないといけない。だそういうことがなくて、で実際じゃあでも商品ないってどういうことって思うと思うんですけど、さっきも言いましたように、まあ、まずはご自身が使ってもらって、で周りの方がちょっといい、調子良さそうじゃない、何使ってるのって言って、これ使ってるよって言って、そういう会話の中とかで商品が売れるというかですね、私も欲しいって言ってもらえることが多いので、あ、じゃあ今度持っていくよって言って販売する、そこで売れるってなったら、そういう風になってから仕入れてもらえれば大丈夫です。だからそういうパターンの方が多いですね。売れてから仕入れるでお渡しするサプリもそうですね。まあ、もちろんどんどん人気が出てきて商品すごく売れるんですってなったら、ちょっとそこもスピーディーにお渡ししたいなってことでしたら、人気の商品だけはちょっと何個か置いてますって方もいますけど、それもだから計画的にこれだけは何個ぐらい毎月置いとこうって計算前もってできるので、そういう風にされてる方が多いんです。だから私たちは最初にああいう風に言ってたけど、実際始めたらどうなんだってなっても、絶対にこれだけ仕入れてくださいとかそういうことは絶対言わないので、ご安心ください。もうこれはもう本当にそうです。でですね、結構その売上だから、そういうこともそうなんですけど、売上がどうのこうのとか、なんかそういう数字みたいなこともそんなほとんど何も絶対言わないんですけど、すごくもう長年やってらっしゃって、たくさん商品売ってくださってる方ですらって言い方変ですけど、そんなに何十万って仕入れ、常にお家に置いとくの大変ですから、あ、売れたし今日ちょっと仕入れるわって言って仕入れてくださってます。はい。だからそういう長年やってるとか、お客さんがどうのとかも関係なく、皆さんそういうスタイルで
商売されてるので安心いただければと思います。あのよくあるじゃないですか、あの他のお仕事は悪く言わないですよ実際やってみたら違ったとか、あの始めたらこんな風に言われたとか、なんかある世界もあるのかもしれないですけど、本当に私たちはそんな感じです。もうほぼほぼ、まあ、ただ急に言われたら大変だし、お客さんお待たせするからって言って、まあ、置いてらっしゃる方いますけど、でも本当に言わないので安心してください。だからそうですね、最初その資金がたくさんいるっていう不安面はないですよっていう中に、あの契約とかそういう難しいこともないですね。はい、でこの辺は多分大切なお話になるかなと思いますので、先ほども言いましたけど、無料で請求していただける、あの資料請求していただければちゃんと載ってますし、最近そうですね、あのちょっと字読むの忙しいよとかいう方もいらっしゃるっていうのも、あるのかなっていうので、あのそのお届けする資料もちょっとこう動画で解説しているものとか、あのきちっとしたものもありますので、ぜひそちらもご覧いただきたいんで、あちょっと見てみようかなと思ってもらえたら、はい、ぜひ資料請求してみてください。QR コードでピッて見てもらえるんで、簡単にいろいろ分かってもらえると思います。はい、でそうなんですよ、だから、この動画はあのその説明を全部すると大変なことになるので、とりあえずですよ一緒に仕事をしてみませんかという動画なんですよ。はい、で詳しいことはその資料整備していただいて、そちらについている動画をご覧いただいてもいいですし、はい、ぜひ。でちょっと話戻るんですけど、やっぱりあの私は転職と思ってて、自分が綺麗になりたいし健康になりたいから、こんな楽しい仕事ないですよ。はい、でもきっと皆さんもそう思っていただけるんじゃないかって思います。あと自分の大事な お母さんお父さんとか、おばちゃんおじいちゃんとかが元気になったら嬉しいですもんね。なんかそういう、ここまでってないと思うんですよ。生きている限りずっと追い求めたいことだから、まあ、一生自分もそうだし、周りの人にお役に立てるようなお仕事じゃないかなと思ってます。で楽しい、はいという、今日はあのお仕事ご紹介でした。はい、で、まあ、あとこれをの最後のポイントって言っても、これ結構大事だと思うんですけど、このひとりさんの教えをですよ、学んでみんなで実践しながらお仕事できるので、これも結構すごいことかなと思ったりはします。みんなで一緒に楽しんで、はい、やっております。まあどこかですね、気になるポイントがあればぜひ一緒にお仕事してみましょう。はい、なので、まあ、まずそのステップとして資料請求していただけたら嬉しいです。はい、ということで今日は最後までご覧いただいてありがとうございます。この動画がいいねと思ってもらえたら、いいねボタンと、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんこんにちは、ここからは大西真由美の嬉しいお知らせコーナーです。イエーイ。突然なんですが、皆さんこんな経験ないですか？あ、サプリ注文するの忘れてた、もう明日の分がないよとか、毎月注文するのめんどくさいなとか、そんな経験ありませんか？そんなね、皆様のお声をいただき、定期便ができました。イエーイ。毎月決まった日に商品をお届けする定期便です。皆様の毎日の健康のために、そして安心のために、定期便をぜひご利用ください。詳しくは下の概要欄のお店さん、またはオフィスまゆみの方までお問い合わせください。以上、大西まゆみから定期便のお知らせでした。